これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし木の葉を救った英雄の命をかけて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。里も気になる。あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。いざ。力を持ち、そしてこの辺に当てはまる人物は、この限りでは一人しかいない。あなたが内葉マダラだというのか。はあ、うん、どうだ。はあ、いざ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 、
里の様子が気になるようだな。しかし、だからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。早いぞ。三代目、いかに強大な力を前にしても臆してはならん。わしらには守るべきものがある。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。おお、これ以上里に手出しはさせん。行くぞ。戦闘開始。
キュービにダメージを与えたようです。しかし…しても、致命的な一撃にはならなんだか。近くの上空は、最適場まで、このまま、ナラ社長に連絡。走行機の準備、完了しました。作戦開始。行くぞ。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。行くぞ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者。何故だ。あの感じ、嘘で言っているんじゃないけど、今里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。またあれをやる気か。させるか、ボギー。とか四代目、分かってる。
迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。